チ,ェンイッツァチチェン・イッツァ、チチェン・イッツァの、イチチェン・イッツァは1988年に、世界遺産に登録されたメキシコ南部の、ユカタン半島にある、マヤ文明の遺跡。チチェン・イッツァ、チチェン・イッツァとも表記する、ユカタン半島のユカタン州州都メリダの東、約120キロメートルにある五個天気マヤの遺跡で、総面積は、約1.5平方マイル。半島の付け根の密林にある、現在、 高速道路により分断されているが、北部はトルテカキ、南部にはプークキの建物が残っており、南北での街の構成がはっきりと違いを見せている。チチェンイッサとは、マヤ語で、聖なる泉のほとりの水の魔法使いを意味する。古典家を代表するティカルなどのマヤ中央部の諸都市は旧世紀に崩壊して、ほとんど無人に近い状態になり、五古典家には、 北部と南部高地に人口が集中した。チチェン・イッツァは北部マヤの中心地であるが、その異物は中央メキシコの強い影響を受けて、マヤとメキシコの混合した国際的な特徴を示す。プーク式の建物に残る碑文は多くカクパカルカウィールに関連する。13世紀以降になると、チチェン・イッツァは衰退し、中心地は西のマヤ版に移るが、 マヤパンも集家の攻撃によって1441年、ゴロに放棄された。チチェン・イッツァがいつ滅んだかは不明だが、セノーテは、スペイン人による植民地化の後も長く巡礼地として機能した。カスティーヨ・マヤの最高神ククルカンを祀るピラミッド。規定55.3メートル四方。高さ24メートル。通称のカスティーヨはスペイン語で上塞のい。ククルカンのピラミッド。 ククルカンの神殿とも呼ばれる大きな球団の階層からなり、4面に各91段の急な階段が配されていて、最上段には真四角な神殿がある。ピラミッドの階段は4面の91段を合計すると364段で、最上段の神殿の1段を足すとちょうど365段である。また1面の階層球団は階段で分断されているので、 合計18段となり、これらは、マヤ歴の一年を表す。このことから、暦のピラミッドとも呼ばれる。北面の階段の最下段に、ククルカンの頭部の彫刻があり、春分の日、秋分の日に太陽が沈むとき、ピラミッドは、真西から照らされ階段の西側に、ククルカンの胴体が現れ、ククルカンの降臨と呼ばれている。カスティーヨ内部には、 初期のトルテカマヤ方式のピラミッドが内蔵されており、この神殿にはジャガーをかたどった玉座や生贄の心臓を太陽へ捧げた着モール像が置かれている。球技場の大きさの比較詳細は、メソアメリカの球技を参照球技場はほとんどのマヤ遺跡に存在するが、チチェン一座のものは特に大きい。マヤの球技は二つのチームに分かれ、ゴムで作られた非常に重いボールを腰で打って、 相手側のコートに入れる。チチェン一茶の球技場には、両側の高さ6メートルのところに、石の輪があり、これは、五個天気の特徴である。輪の中にボールを通すと即座に勝ちになったらしいが、現実に行うことは困難と思われる。試合が白熱するほど雨が降り方策になると、信じられていた。勝敗で生贄になるものが決まったとされるが、勝った側が生贄になったとも負けた側が生贄に、 なったとも言われており、ここは現在でもはっきりしていない。聖なる、泉、瀬の手、チチェン一茶周辺には川や故障がなく、石灰岩の岩盤が陥没して、地下水が露呈した天然の湖、瀬の手が唯一の水源であった。700年頃から宗教儀礼に用いられるようになり、雨が降らない時や豊作を願う時、雨と嵐と稲妻の神チャークの予言を伺うために、 財宝や生贄の人間が投げ込まれたという、スペイン征服時のスペイン人の記録によれば、吉兆を占うために、定められた日に女性を放り込んだとしている。また、この記録によれば、この女性は後に、泉から引き上げられ、吉兆を語ったとされている。後に、アメリカの探検家、エドワード・トンプソンがこの泉に潜り、人骨や、たくさんの財宝を発見した。なお、これに似たもので、 人の心臓が捧げられた選手の神殿がある。旧地チェーン区域にある天文台、エルキャラコル、エルカラコルというあだ名の付けられた天文台は906年に建設された。約9メートルの岩の上に建てられ、高さは約13メートル。中心部に螺旋階段が作られており、ドーム部には縦に細長い窓の作られた厚い壁で構築されている。なお、この窓は、 天体観測における重要な標準線になっており、西側は春分と秋分の日没、月が最北端に沈む時の方向を2つを確認することができる。その他、基団となっている岩の北東隅は、下地の日の出、南西隅は、当時の日の出の方角をそれぞれ指している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。